バルター・ベンクはドイツの軍人。ドイツ国防軍で最年少の軍司令官である。対戦末期には第12軍を指揮していた。ベンクはドイツ軍将兵が東側ではなく西側に降伏できるよう努力した。ベンクはベルリンの戦いにおいて防衛が危機に陥った場合重要な役目を果たすことになっていた。彼は対戦中。 少年将軍として知られていた。ベンクは、ザクセンアンハルト州のビッテンベルク軍に軍人の息子として生まれた。第一次世界大戦末期の1918年に陸軍士官学校に入学、従軍はしていない。バイマル共和成果の1921年にドイツ国防軍に採用される直前、彼は大戦敗北で混乱する。 ドイツ国内に組織された義勇軍のメンバーであった。1923年にミュンヘンの不評学校で学び、由緒ある第9不評連隊に配属され、少尉に任官。1928年に結婚し、1930年には双子の父親となった。自動車部隊に志願し、1933年にベルリンの第3自動車大隊に転属。 自動車部隊総監だったハインツグデイリアン中佐の地遇を得た。1934年に大尉に昇進。1935年に陸軍大学で学ぶ。翌年の卒業後、参謀本部の総工課に勤務。同時にハンスフォン・ゼークと元参謀総長の副官を務めた。1938年、第二総工連隊で中隊長に任命される。 1939年1月、第一装甲師団参謀。1939年の第二次、世界大戦勃発と共に少佐に昇進。9月18日に、第二級鉄十字章を受章。翌月には、第一級鉄十字章を受章した。翌年の西方電撃戦では、ベルホール攻略に、抜群の戦略手腕を発揮し、中佐に昇進した。 1942年に大佐に昇進し、ベルリンの参謀養成学校教官となる。同年第57総甲軍団参謀長となるが、すぐに、ルーマニア軍のペトレ・ドミトレスク大将の下で参謀長を務め、ルーマニア軍を実質的に指導した。ルーマニア第三軍は、スターリングラード攻防戦に参加したが、1942年11月19日に、 始まったソ連軍の天皇制作戦で構成の矢面に立たされ、構成5日目に撃破され、第三軍は事実上壊滅した。12月28日、騎士鉄十字章受章。1943年、少将に昇進し、エーベルハルトフォンマッケンゼン大将の第一、総攻軍で参謀長。1944年には、英軍集団参謀長に転じた。 同年7月のヒトラー暗殺未遂事件後には、グデーリアン参謀総長の下で、統帥部長となったが、翌年2月に交通事故で重傷を負い辞職した。1945年4月7日、ベンクは、ベルリンの西側より迫り来るアメリカ、イギリス領軍と対峙するために新設された第12、軍の司令官に任命された。同時に、総工兵大将に昇進。しかし、 ドイツ軍はすでに東西両戦線で連合軍に押されていた。その結果、第12軍はエルベ川東岸に不人せざるを得なくなり、そこでベルリンを脱出してきた避難民の難民キャンプを形成していた。ベンクはこれらの避難民に食料や住居を確保するために東本清掃しており、一説には当時毎日約50万人に食事を提供していたと見積もられている。 1945年4月21日、アドルフ・ヒトラーは、フェリックス・シュタイナー新衛隊大将に、ベルリンを北方より包囲していたソビエト赤軍第一、白ロ,ロシア方面軍に攻撃するよう命令を下したに、包囲されていた。当時、ヒトラーのお気に入りであったシュタイナーは、シュタイナー戦闘団を率いて重フと相対していたが、防戦一方であった。シュタイナー戦闘団は、 不評部隊が主幹であり、戦車はほとんど所有しておらず、ベルリン救援を行って、将兵の無駄な消耗することを望まなかった。結局、シュタイナーは命令を拒否し、それどころかソビエト赤軍に包囲されつつある自らの軍団の全滅を避けるために撤退することを希望した。4月22日にシュタイナーが撤退したため、第12軍は、 ベルリン救援の最後の望みとなった。ベンクはエルベ川でアメリカ軍と対峙中であったが、東に進撃してベルリンの南に滞在する第9軍と共同でベルリンを包囲しているソビエト赤軍を攻撃するよう命令された。一方、ベルリン北方の第41装甲軍団は北からソビエト赤軍を攻撃するよう命令された。ただし、 第41総甲軍団は、シュタイナー戦闘団の消耗し、疲弊しきった部隊から送られてきたものだった。4月23日、ベンクは第12軍将兵に向かって語りかけた。当時、第12軍で公兵であったハンス・ディートリヒゲンシャーは、この時、忠誠、責任、そして連帯感、だったと記述しており、攻撃に参加したシャルンホスト師団の代隊長は、 東で、イワンどもと戦うための急行軍だ。と書いている。第12軍前下の第20軍団による予想外の攻撃で、ベルリンを包囲しているソ連軍は驚愕し、混乱を起こした。第12軍所属の第20軍団は、果敢にベルリン方面へ進撃を行い、30キロメートルほど前進したが、ソビエト赤軍の強い抵抗にあい、ポツダム近郊で停止した。 一方、第9軍はベルリンへはほとんど前進できなかった。4月27日深夜までにソビエト赤軍は再びベルリンを包囲し、ベルリンは完全に孤立無援となった。1945年4月28日、ハンス・クレープス参謀長は、総統官邸からビルヘールム書いてる国防軍最高司令部総長へ最後の電話をした。クレープスは、 救援が48時間以内に到着しないならばすべてが怪人に課すだろうとカイテルに話した。カイテルはベンクと物性強く働きかけると約束した。4月28日の夜、ベンクは総統官邸内のドイツ国防軍最高司令部に第12軍が全面においてソ連軍に押し戻されたと報告した。第12軍は ポツダム守備隊との一時的な接触を確立することが精一杯であった。第12軍は第9軍からの支援がもはや期待できず、ベルリンの救援は事実上不可能であった。4月29日夕方遅く、クレープスはアルフレート・ヨードル国防軍作戦部長に即座に報告せよ。第1に、ベンク軍の所在位置。第二に、攻撃開始時間。第三に、 第9軍の所在位置。第4に、第9軍が突破する正確な場所。第5に、ルードルフ・ホルステ軍の所在位置。と、無線連絡した。4月30日の早朝には、ヨードルは、クレープスに答えた。第1に、ベンク軍は、シュビローコの南で、進撃停止。第2に、ベルリンへの進撃を続行できない。第3に、第9軍は、 ほとんどが包囲されている。第四に、ホルステ軍は守備で、手一杯である。よって、東方からのベルリン救援は、あらゆる場所において、継続不可である。ベルリンを救援するベンクの試みが、実行不可になりつつあったので、ハルベの山岳地帯へ、第十二軍を動かす計画を変更された。そこで、ベンクは、第九軍とポツダム守備隊の残存と接触する、予定であった。 ベンクはできるだけ多くのベルリン避難民に西側への脱出ルートを提供したかったのである。ベンクは攻撃の最深部でメッセージを送った。連合軍の攻撃にもかかわらず、ベンクはエルベ川対岸の米軍による占領地域に比較的スムーズに第12軍、第9軍の残存兵と多くの避難民を送り込んだ。ベンク軍が確保した避難路で最大万人の難民が ソ連の進撃よりも前に、米軍占領区へ逃げることができたと考えられている。ドイツ敗戦後の5月に、第12軍は、シュテンダール市庁舎前で、アメリカ軍に降伏し、ベンクは、捕虜となった。1947年のクリスマスに釈放され、1948年から、暴風無で、機械販売会社で、セールスに、従事、1955年には社長に就任している。 1956年に西ドイツで再建されたドイツ連邦軍で最高司令官就任が予定されたが実際に設置された総監ではなく最高司令官就任を要求したため結局実現しなかった。1960年からニュルンベルクで軍需産業の支配人となったが1966年に引退した。1982年にバート・ローテンフェルデで 交通事故のため死去した。クレツカや地区での包囲を免れたルーマニア兵など、わずかな戦力しかなく、広報要員や軍属までかき集めて散る側を、ようやく維持しているという惨憺たるありさまだった。アントニー・ビーバー、ベルリン観九百9、P、4 5 P431。AB、ジー・ムックレフレンス P119AB、ダリンジャーレフレンス P239。ス g m u c レフレンス,スピー1 2 0ビーバー、レフレンス,スピー3 5 7ラストパラグラフ8、ダリンジャーによればヨードルが応答したとされる。しかし、g m u c とビーバーによると書いてるになっている。ありがとうございます。